いらっしゃいませ、河村理香です。ということで、始まりました。第1回目の、河村理香の YouTube チャンネル、自己紹介ですね、まず。河村理香と申します。初めての皆様も、今までお世話になっている皆様も、よろしくお願いします。私はですね、2007年に、グラビアでデビューしまして、それからですね、バラエティだったりとかグラビアもそうですし、俳優のお仕事だったりとか、まあいろいろね、やらさせていただきました。2016年に男の子をね産み落としましてそれからね、あんまりそのテレビだったりとかの活動はしていなかったんですが、コロナが始まりまして、配信、ライブ配信っていうのにちょっと興味を持ちまして、去年の2020年ですね、ちょうどコロナが始まったぐらいの4月からポコチャというね、ライブ配信を始めてみました。でこれ、ここはね、いつもね使ってる配信のお部屋なんですが、この部屋にね4時間から5時間ぐらい毎日いて配信を今はねしています。ということでね、この YouTube チャンネルなんですが、もう一つね、ダラチャンネルっていう、青い空、長作愛理、そして一般人のリナのと私の4人で YouTube チャンネルがあるんですけれども、そちらの方はね10月からちょっと更新をしていませんで、またね4人で撮影する機会があったら撮っていこうと思ってるんですが、4人はね集まってるんですけど、いつもね名前がダラっていうのでダラダラしちゃって、もう全然ね撮れ高がないっていうことでね撮れてないんですけど、この私の YouTube はですね、なんで始めたかっていうとですと、まあ私もねいろいろこれから、目標に向かっていろんなことを、挑戦していきたいなっていつも常日頃思ってるんですが、まあその、ね、中でライブ配信ポコチャっていうのも私の挑戦の一つだったんですけれども、もう1年やりまして、もっともっとね楽しいことをいろんなことに挑戦していきたいなっていう意欲に駆られまして、そう、 YouTube を通していろんな目標に挑戦するというチャンネルを作っていきたいなと思いまして、解説いたしました。はい、ということでですね、まず第1弾、まあこれはねとっても大きい、私の人生にとってもとっても大きい、ことなんですが、それについては、次回の YouTube で言わんのかい言わんのかい、次回のね YouTube のこちらでまた発表させて、詳しくね詳しくっていうか、もう本当に大事なのでちょっとお話ししたいなと思っております。なので今日はですね、YouTube 開設しましたというやつですということで、皆さんこれからね、YouTube もどんどん配信していきたいなと思っていますので、皆さんよろしかったらチャンネル登録、グッドボタンこれはしないでね、グッドボタンよろしくお願いいたします。てかもうめっちゃやばい、体ね、これね赤いのはあれです、ちょっとね一昨日ね海に行ってましてね、めっちゃ体が赤い。あとねこの顔が白いのは3台照明焚いてるんでね、ちょっとね光がないと辛くなってきましたのでね、光でぼやかしてます。